日本陸上競技連盟が昨日、前田選手の欠場を発表しました。発表によりますと、前田選手は今月9日に MRI 検査を受け、右大腿骨疲労骨折と診断されたということです。日本陸連は、チーム、コーチ、本人と話し合い、今後の選手生命に関わる重大な問題であるため、連盟として欠場を判断したとしています。前田選手は1月の大阪国際女子マラソンで日本記録を更新し、2大会連続のオリンピック出場を決めていました。